こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サリウスキー好スタートを切りました。バルブツスピーディア、この馬も好スタートを切りました。金豊王、前に行きそうです。サリウスキー、それに続いています。さらにはアシル将軍、11番ダブルブレーのその後ろ。では前の方からサリウスキー先手を取りました。すぐ後ろに後継2世並んで、8番バルブツスピーディア、その外に金豊王。この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。もう一度先頭からバルブツスピーディア先手を取りました。これに続いてサリウスキー、後継2世すぐ後ろ、その隣にマックスフリート、その横に走る将軍、その外に金豊王、その隣にダブルブレード、内からはザッツザアイディア、青の帽子シングルカフェ、その後ろロジータ、この位置です。しんがりからシグナルブルーム、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番バルブツスピーディア、依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてバルブツスピーディア、2番手はサリウスキー、マックスフリート、3番手ロジータ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はマックスフリート、マックスフリート先頭、2番手は後継2世、あと 200m、 先頭は後継2世、残り 100m、 後継2世先頭、マックスフリート追いすがります。後継2世、後継2世1着、2着にはどうやらマックスフリート、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは後継2世。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは待機ウィナー、残り 200m、 先頭はクラフトカフェ、クラフトカフェ先頭です。このまま押し切るか。待機ウィナー追いすがります。やはり強いクラフトカフェ、クラフトカフェ、クラフトカフェ1着、2着は微妙です。1番人気に応えました。クラフトカフェ見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭はオリーブシャトル、オリーブスル先頭、2番手はオリーブシャトル追いすがります。さあドラゴンスイフト一気に来た。オリーブスル先頭、差はほとんどありません。ウィンドフォーエバー抜けた。ドラゴンスイフトやはり強い。ドラゴンスイフト、ハイキーメイジ、ハイキーメイジ1着、2着にはどうやらホットメンバー、勝ったのはハイキーメイジ。ドラゴンスイフト敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。
さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭変わってアインマリン。残り 200m。 先頭はアインマリン。連れて伸びてきたのは桜世界王アドラーブル。追いすがります。アインマリン粘る。一気にメリアヘッド。アインマリン、アインマリン1着、2着にはどうやら桜世界王。見事に勝ちました。アインマリン、桜世界王わずかの差で勝利を逃しました。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のミスターシクレノン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ボンと飛び出したのはレガシーフィールド。綺麗なスタートを切りました。カリブソング前に行きそうです。続いていくのがスーパークリーク、その外にミスターシクレノン、その隣にプレクラスニー、その外に5歳児ジョージ、デュークポロネット、そのうちに続いています。内からは大優作並んで13番メジロライアン、すぐ後ろに東海帝王。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方から、先手を取ったのはスーパークリーク、これに続いてプレクラスニー、並んで5番イソノルーブル、カリブソング、すぐ後ろ内からはデュークポロネット、並んで8番ノーブルアイランド、その外に5歳児ジョージ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のスーパークリーク現在先頭を進んでいます。もう一度先頭からプレクラスニー、先手を取りました。2番手に2番スーパークリーク、イソノルーブル、それに続いています。その後ろからはカリブソング、並んで14番デュークコロネット、その外にミスターシクレノン、東海帝王、そのうちに続いています。すぐ後ろにノーブルアイランド、その外から5歳児ジョージ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ10番プレクラスニー、大優作、ほとんど差がありません。3番手にスーパークリーク、絶好の手応え、スーパークリーク、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は東海帝王、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は東海帝王、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 東海帝王先頭、スーパークリーク迫る。東海帝王、東海帝王1着、
2着にはどうやらスーパークリーク、これが絶対王者だ、東海帝王。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はトモエリージェント、トモエリージェント先頭、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。カワチソレイユ先頭、2番手はロンドンヘブン、カワチソレイユこの馬で決まりか。カワチソレイユ1着、カワチソレイユ完勝、カワチソレイユ1着、2着はクイーンラブ、これは桁外れの強さだ、カワチソレイユ。Thank you.